勢いで学園都市を半分以上は巡ったのに、すげえやつは見つかんねえな。しょうがねえ、今日のところは切り上げて仕切り直すか。来るな、暗部の回し者が。今のは銃声か。それにありゃ誰かが追われてるのか。待ってろ、今行ってやるぞ。垣根テイトケ、くそ、どうやって潜伏先を嗅ぎつけたんだ。面倒だっただけでこの程度不可能じゃねえよ。手間かけさせやがって。待ってくれ、お前たちスクールに狙われるようなことは何もしていない。そうでもねえんだ。お前が関わった計画のことを教えろ。それがあいつとの交渉材料になるかもしれないからな。それは無理だ。喋れば俺は上の人間に殺される。そうかよ、素直に協力するならすぐに解放してやってもよかったんだがな。誰か助けてくれ。叫んだって誰も助けになんか来ねえよ。てめえで人気のない場所に隠れてたことを後悔しろ。さあ、何としても全部吐いてもらうぜ。そこまでだ、兄ちゃん。あ、誰お前。待てよ、そのハチマキにふざけた格好、第7位か。俺を知ってるのか。そう、俺は学園都市のレベル5の一人、ナンバー7のソギータ軍派だ。もっともそんなのは些細なことだ。今は根性の追求者とでも思ってくれ。ま、それはともかく、今このおっちゃんを襲おうとしたろ。そんな根性がないこと俺がさせねえよ。まさかこんな予想外の邪魔が入るなんてな。で、助けに入る理由が全然わかんねえんだけど、お前そいつの知り合いか何かなの。いや、全く知らんやつだ。はっ、てことはお前あれか、変な正義感で人助けしてヒーローを気取ってる勘違い野郎ってわけか。あ、俺はただ根性なしの兄ちゃんを見過ごせないだけだぞ。そういうタイプのバカか。おい、今なら無傷で見逃してやる。さっさと行け。悪いが、そっちが諦めない限り俺はここをどくわけにはいかねえな。ああ、そうかよ。俺は警告したからな。死んで後悔しろ、ボケ。すごいガード。俺のダークマターの一撃に耐えた。危ねえ危ねえ、なんかよくわからねえ攻撃だったが、根性でなんとかなったな。おい、後ろでほうけてるおっちゃん、派手な戦いになるっぽいから根性で逃げてくれ。わかった、誰だか知らないが助かった。おいおい待てよ、まだ何も聞き出してないぞ。おっと、行かせねえよ。後を追いたいなら俺を倒してからだ。目障りな野郎だ。邪魔するなら容赦はしねえぞ。お、ただの不良かと思ったが、根性入ったか。さっきから根性根性ってうるせえ。その鬱陶しい減らず口ごとぶっ潰すぞ。いいぜ、全力で来い。消え失せろ、こら。すごいペアーチ。こいつの能力は根性を入れてるのに俺の方が押されて。おっ、うわー。
耐えきれずに消し飛んだか。さすがにレベル5をやっちまうのはやりすぎか。ま、7番目なら問題なさそうだがな。逃げた男の方は隠れるのが得意なやつだし、追うだけ無駄か。今は俺の動きを嗅ぎつけられないように策を打っとく方が優先だな。しょうがねえ、戻るか。ったく、とんだ役日だ。うわあ、根性で復帰だ。いやあ、今のは根性入ってたな。ギリギリですごいガードに切り替えなきゃ危なかったぜ。って、いねえ、あいつもう帰っちまったのか。もう、あたりは静かだな。どうやらおっちゃんは無事に逃がせたみたいだけど、あいつとの勝負には負けちまったな。油断したか、情けねえ。やっぱり学園都市にはまだまだすげえやつがいるな。こりゃ思ってた以上に鍛え直せそうだ。みなぎってきた。次はもっといい勝負をするぞ。よし、念のためにこの辺りをぐるっと見てから次行くか。どんな奴らと出会えるか楽しみだ。